はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化パワコーですね。今回はまだ強化期間中のうちにちょっと独身術持ちのね選手を作りたいと思いますので、キャッチャーでやっていきます。デッキは、独身術のサイリさんと、やっぱりね打てるキャラクターにしたいので堀杉くんを入れてきてます。これは単純に金徳の降格砲狙いですね。とあとパワヒト降格砲じゃなくて降格打砲を安定させるための才賀で、騎馬からアーチストを狙って、アーチスト降格砲持ちの打てる、打者を作っていきつつ、星空星光くんが球界の頭脳で、バレ小高ちゃん PSR のプラグをお借りしてバズーカで司令塔の雷というところで、キャッチャーを作っていきたいと思います。で司令塔なんですけれどもパワコーの場合はサッカー練習でね司令塔が手に入る可能性があるんですけれども狙ってね手に入れられるものではないので、まあ、仮に、サッカー練習で司令塔が手に入った場合は経験点の軽減ということでラッキーという程度で、認識していきましょう。じゃあ練習の方コツがありますね。2つあるか。サイガ小高ちゃんこれはサイガだな。とりあえずコツが来てくれればそれでいいけど練習か。才能はね片身打ちがあるからね。でパワヒトね降格打法だったら、まあ、東条の方がねより安定するんだけど、そうすると結局アーティストが被っちゃうんで、ここは筋力と敏捷ポイントを稼げるディフェンダーにしましょう。2人、打撃だね。で筋力キャラがね本当に堀杉くんだけなんで、サッカー練習がこうどれだけ発動するかで。よし筋力52、ボールダッシュ、お守備職人なかなかいいね。そろそろサイリさんが来て回復をしたい時期なんだけど、次の前イベで出てくるかどうか。サイリさーん、おめえかよ堀杉。堀杉くんってさ、そういやパワーアップしてるの？アプリの方だとさ、なんか2回くらいパワーアップしたよね。メンタルサイガ、あここいいね。まあもしサイリさんが出てくれればそれはそれで体力全開ということで、降格打砲よし。ただ降格打砲はねイベントで手に入る可能性もあるんで置いておきたい気もする。パワーヒッターはねサイガとあと雷もね持ってるんで。で何気にさっき守備力のコツを手に入れられたね。結構でかいな。えどっちって小高ちゃんだよね。よく分かんなくなるのが小高ちゃんと小高ちゃん、なんか最初俺小高ちゃんって言ってて小高ちゃんですよっていう指摘をされた気がするんで。え星空星光くんアベレージヒッターくれたらな嬉しいんだけどな。練習か。俺まだねスバルからねヒット10本打ててないんですよ。マーク外しってなんだ、内野安打。もう強化されないと多分パワコなんてねやんないと思うんで、まあ、9000点はねもちろん強化の段階で突破したんでいいんですけれども、まあ、スバルから10球打つっていうのは時期的にはもう厳しいかな。コツ一応サイリさんは最優先にしたいけど掘りすぎか。まあ一応やっとこう。逆境と怪我しにくさだよね。だったらなんかポイントが欲しいんだけど。よしありがたい。まあ、ただねスバルから10球打ったとしても、あれこれってこれでさなんかキャッチャーのコツって手に入んなかったっけ。よしよしよし OK。 じゃあ1回キャッチャーコツが手に入ればもうそれでいいかな。サイリさんが全然出てきてねえな。コツはどっちだ。よし小高ちゃん早球いいね。次はただもうこれで練習ができなくなってるから精神を見て特に何もなければ。サイリさんはいない。サイリさん全く出てきたような。復活したとか言ってんのに。モテを盗め、これって何がいいの。
真似はしない。これってさ、結構経験値取れなかったっけ。おお、いいねいいねいいね。で、あくまでもサイリさん、しかも筋力はかなりいいところにいてくれてるね。まあ、早急はね、5で掴んでいいものだと思うんで、パワーヒッター、よしよしよし。この2つは取れたのがでかいな。あとはキャッチャーだね。まあ、サイガーのね、筋トクは全然進んでっていいんで。そう、あと広角砲ね、別に掘りすぎじゃなくてギブソンジュニアとかでもよかったんだけど、やっぱね、確定させたい。ちょっとギブソンジュニアね、コツとかもね、優秀なんだけど、不確定っていうのがちょっと怖かったから、どうしよう。まあ、雷の評価上げとこう。さて、ここでスボルが来て、10月の3週とかでもうなんか勝負が始まるよね。忘れず、弾道2にしておこう。ミート E だな。パワーはじゃあ D にしておく。一応ミート D まで持ってけんな。よし、これで勝負を挑もう。ここで小高ちゃん、サイリさんもいますね。あれ、サイリさんってさっき追加入ったっけ。まあいっか。意外性、フィジカル、もう一回練習しないとダメだよね多分。古代の野球テクニック、これが金徳なんで、もちろん行くと。で、なんか成功すると広角打法のコツが1で入ったよね、強化されてれば。で、サイリさんの告白も来てるので、こういう時って言った方がいいのかね、サイリさんだよって。うん、でも一応チャンスを与えられてるからな、それは羨ましいよね。雷か星空星光くん、どっちでもいいんだよね。星空星光くん、いやー、星空星光くんにしよう。コツをください。うん、ダメだったか。ここでスバルとの勝負が来るはずなんで、先にイベントの方があるけど。え、これってさ、2回目素直に聞いてみるとかにすると、なんかミート対応とかになっちゃったよね。ミート対応はいらないからな。ちょっと待って、危ない。2本目でしょ。フォークやだ。3本目、4本目、5本目、半分、6本目。よしよしよし、やばいやばいやばい、危ない。7本目、8本目、あーライトゲーなんていうの、ライトフライヒットでもいい気がしたんだけどな。難しいね。まあ、リセット繰り返せばね、いつかはいけるとは思うんだけど、ちょっとそれをやってる余裕もないんで。サイリさんはもう告白されてるから、ウド君もいるし。ただサイリさんって評価上げとかないといけないけど、誰もいないからな。こっちだな、一応ウド君狙い。サッカー練習もしてくれるかもしれないんで。何にもない。特に何も起こらず。サイガだね。ちょっと11%あるからな。ここは監督評価も上げつつ、サイガからコツをもらおう。広角打法、パワーヒッター、片目打ち、どれでもいいかな。パワーヒッターが5になった。筋力はね、余らないはずなんで。何が上がった。肩、守備、精神、まあ、肩はそんなにいらないけど、守備精神が上がってくれたのは結構でかいかな。で、サイリさん1、2回練習しておかないと、ちょっとお正月が厳しいよね。それかサイリさんのモテモテイベントが発生してくれたらいいんだけど。
古代野球テクニック2回目。これは体力が減っちゃうんだよね、勝手に進むけど。これどこ来てんの？ほんとこいつらさ、練習自由だよね。監督とかどういう指示出してるんだろう。今日は何するぞみたいなこと言ってるけどさ、選手の自主性が全てだよね。よくわかんないとこにも来てるし、まあここは普通に経験点をもらっておきましょう。名場面集で、お、コーツ小高ちゃん。ただメンタルにもいるね、サイガか。星空星光くんほんとすごいよね、経験点。掘りすぎ。キャッチャーコツを掴んでおきたいからな。小高ちゃんどうしよう。意外性は取っておこう。早球19か25、いや早球3ですか。もうパワーヒッターも OK でしょ。内野安打も取っちゃって、意外性、守備職人も2でいいでしょう。あとは OK。 キャッチャーのコツを教えていただきたい。コツ、チャンス、チャンスも5にしたいよな。精神もね、余るってわけじゃないと思うんで、キャッチャー系のね、筋徳やっぱり球界の頭脳とかね、結構精神使うんで。ここはこれだな。データ分析を極めろ。1回目データを学ぶ。星光くんって金持ちでもあるんだよね。いいよなそういうの。何にもない。メンタルも特に何にもない。じゃあデートだな。デートが進むけど、サイリさんの評価はあんまり上がってない。クリスマスまでに4回やるとコツが手に入るんだけどね、1回もやったことないな。まあ無理くりデートしてもしょうがないからね。体力回復がねもったいないんで。12月に入ってんな。1回サイリさんと練習しておかないと、今のままだと絶対無理だよね、お正月を一緒に過ごすっていうことが。ちょっとサイリさん探し出そう。いたー、1人か。ここは星空星光くんとサイガがいるからね、やっぱ乗るね、技術が乗るね。これはやっぱりこっちだな。お正月結局過ごせなかったらどうすんのみたいなあれにもなっちゃうけどな。難しいところだね。まあ、サイリさんとさ、誰か評価上げなきゃいけない人がいればそれは練習したけど。3回目はどうなの。まあいいか。掘りすぎ。おお、8パーかー。やろう。よし、1回上げておく。追加入ってくれ。追加の評価、サイリさん。あいつ入るのこれ、この後。いや何にもねー。これで合格法だね。これ選択肢出たよね。で上だな、降格法は上だね。で、カジバのバカ力が下なんだけど、カジバのバカ力ってもうもらえるようになってんの。うおー、これは降格法だけだな。一応成功失敗があるからね。またお前かで、これは調子極端もあるから、調子極端はこれ絶対いらないでしょ。で、一番下がインコースだったと思うんだけど、ちょっと調べたところ、掘りすぎは久々だからね、調べておいた。そう、インコースで、インコースはね、星空星光くんが持ってるんで、これ 99% だよね。ちょっとインコースは1で潰していいコツだと思うので、ちょっと見てみよう。これだったらいいよね。よし、1で掴んじゃおう。ここはデートしよう。12月4週前だけど、まあ1回分の回復だったらオッケーでしょう。
ちょっとデートの進みが早いね。あ、アラ領事か。これもね、回復したいんだけどな。どうしようかな。回復するか。どこまで回復する？で、クリスマスでマックスだね、体力。一気に持ってったな。これで恋人なんだっけ認定されてれば多分イベントが変わるんだろうね。雷、星空星光くん、これは星空星光くんだね。あとキャッチャーだけだもんね。コツをくれれば OK。 おお、くれない。星空星光くんが今回キャッチャーコツをくれない。これはあれだっけ、チームメイト評価が割っていくやつだっけ。もうでもチームメイト評価大体大丈夫でしょう。うお、1人だ。やっぱりな、やっぱりサイリさん足んなかったか。まあいや、とりあえず野球が上手くなりたいにして、せめて大吉、じゃあ中吉、またコツか。星空星光くん、ほんと強いよね。何この経験点。まあ、パワコはね、もともと経験点本数が確か高かったとはいえ、監督評価を上げつつ、雷、パワーヒッターは取って、送球も取ってあって、まあ、チャンスとかが来るかもしれないけど、打球伸び。まあ、一つずつ潰していきましょう。で、ここは、寄り道に誘って、体力を回復させると。あ、ここも回復できるね。いいね、いいね。これってなぜ回復するのかよくわかんないけどね。リラックスできたのかな。指揮者をやって、音楽やって。うん、何にもない。何にもない時どうするかだよな。サイリさんだな、これ。ちょっと一回やっとこう。そしてちょっと経験点が溜まってきたね。一回裁くか。矢部くん負けたか。まあ、それそうだよね。全然上げてねえもん、肩。サイリさんの追加が入らないな。で、キバも出始めてきたか。ということはやっぱりなんか意外にパワーあるね。敏捷も一回じゃあ E に揃えて、精神が足んなくなるのか。そうするとで、ミートもじゃあ C にしておこう、早めに。で、D にして、D 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 まで持っていけるね。筋力結構あるな。で、コツ。小高ちゃん。監督もいるね。小高ちゃん、練習。で、司令塔。OK。で、さらに司令塔がもし取れれば、5で掴めるってこと？あ、司令塔は置いときましょう。ここはどうしようか。スバルの評価なんて上げたってしょうがないからね。鉄骨。お、メンタルにいる。星空星光くん。まあ、これだったら回復しつつだな。スカウトさんもいるし。よし、コツ。アベリジタ、そうか。アベリジタ取ってねえや、そういえば。忘れた。来たね、惜しいなーい。パワーヒッターは持ってるんだよね。で、ミート C のパワー C までは持ってってるから、強振でいくか。ちょ待って、フォークか。とりあえず1本ミート開くか。 OK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 。勝たないと話にならないかな。あ、最低でも5の2だからね。あぶねえ。ギリギリだな。まあ、とりあえずここは進めばよしと。で、コツ
小高ちゃん、小高ちゃんバントとかも持ってるからね、それがちょっとな、経験点ばっかりだな。でバレンタインデー、いいなバレンタインもらえるなんて。俺バレンタインもらえなかったからね何の話してんのっていう人はちょっと前回4月14だっけにやったラジオを聞いてもらえればわかると思うんですけど、これだどれだっけ、真ん中にするとなんかささやき破りとかもらえたよねでも結構重いからな。ラジオ聞いていただいてちょっと全体的な流れを把握してもらいたいんだけど、俺バレンタインがねもらえなかったんですよまあそれでもうダメかなみたいなのもあったけど、サイガコツ、だったらちょっと一回サイリさんやっぱ上げる、女の子の評価上げるのって重要だよね全然さ追加が起きないんだけど、マジか。でコツ、ここはまあ考えたな、ちょっと精神足りてないから、ただで練習できるメンタル勝負、データ分析、これは2回目か。イベントの進み具合って全体的にどうなんだ、小高ちゃんがねやっぱりイベント数多いからね。で合宿が来週とはいえ、アベレージヒタ潰そう、アベヒを潰してキャッチャーがまだ1だからね。よしよしよし、こっち来た、キャッチャーありがとう。そこからの経験点からのコツにはならない、ストレッチとかここで来てもなお、これで終わったね。で球界の頭脳を取りたいんで、球界の頭脳を取りたいんで上、あここ体力減るんだよね、そういえば結構減ったっけ、どうだ、減った、めちゃくちゃ経験点は手に入ったけど体力を奪われてしまった。3回練習いけっかな、守備レベル5、小高ちゃん最下、小高ちゃん PS3 のクラブって普通に強えな。キャッチャーコツももらえるしね、小高ちゃんバレバージョンだったらねいいと思うんだけど、あここは特にタックも来てなかったんで、よし2回タックが攻めてきてくれればと思ったけど、まあ掘りすぎか、まあやっとこう、精神ボーナスだからね、今回は精神をちょっと使うんで、守備、星空星光くん強いね、本当にね、星空星光くんはタックが強い、球界の頭脳は結構重いねやっぱり、そもそも120にかかるのかレベル1だと、まあもちろん取るしかないんだけど、で、パワーをちょっと B にしておこう、稼げるね星空星光くん、次はデートかな、おいそういやさ弱気っていうのはなくなったよね、サイガこれをやっとこう、マイナスの能力サクセスの弱気、お牙だね、ぶっ潰してやるよさっきギリギリだったけど、キバのイベントもね進めていかないといけないから、イベント数的にはちょい待て打てんしかも両方ボール球だし、すげえ際どいとこなくて、よし1本どうする、開く、アベジヒタ、いや無理だ、転がすか、無理だった慣れないことをするもんじゃないな、マジか、失敗したか、やる気がかかったけどさー悲しいぜ。サンパーの小高ちゃん、どうしようかな、やるか、
ディフェンス、もうなんか掴む、コーチング窮地、 SOS、 ここでサイリーさんの評価上がるからね。もうちょっと早く来てくれればな、モテモテになって評価を上げていきたいよね。モテモテになんなかったけど。あ、何にもない。どうしようかな、サイリーさん全然全然評価上がってねえわ。スピード、さらにコツ、対エース、対エース、そのまんまだね。まあ、1回くらいもしかしたらサイリーさん空デートした方がいいかもしんないですね。空デートはだって普通に評価上がるっしょ。喫茶店とかだったらかなりいいんで。よし、ここは打球伸びはここで掴みたいよね。やっぱり最初の方結構デートが進んでたけど、まあ、意外にちょうどいい感じにはなってきたかな。最後もね、もうちょっとここら辺のね経験点が上がってくれればいいんだけど、どうしてもね初期メンバーなんで経験点はそんなにくれないよね。なんて言ってた俺、あ、キャッチャーか、もうお任せしよう。あとは覚醒システムがいつ実装されるかなんだけど、覚醒はねどうしても PSR を覚醒させないとあんまり強くならないんで、まあ最下の PSR とか俺持ってないし、そもそも。まあ、監督評価ももう全然気にする必要はないんで、ゲー何にもない。サイリーさんどうする、やっとこう、サイリーさんいるときにもう練習しておこう。最後の方サイリーさんに振り回される可能性があるかな、このまんまだと。これ2回目か、まだでも5月だから大丈夫だよね。何にもない、最近何にもない。これはもうデートしちゃいましょう。4回目、まあ、かといってねここら辺でカラデートが来られても困るんだけどね、予定がずれるから。いいな、サイリさんね超いいよね。俺はサイリさんかなり好みですね。これでバズーカ、バズーカーいくつでくれる、少し1か、結構重いからねバズーカーも。あ、これ、いやでかい、13も上げてくれたぞ。これはこっちだな、星空星光くんとサイガがいるからかなり乗るねやっぱり。あ、もちろん雷、雷って技術ボーナス的なのあったっけ、まあ、やる気効果アップとかちょっとわからん。フィジカル、危険察知、高速チャージか。高速チャージってどうなの、キャッチャーでその意味があるのかないのか。これは別に普通のイベントだよね、なんてことない。ではではでは、ちょっと経験点を使うためにバズーカを取ってしまいますか。こう確保重い、一応置いておこう。1級入魂はねどうしても直取りせざるを得ないんだけど、初級のコツがね来てくれるかどうか。高速チャージも一応取っておく、潰せるものは潰しておこう。司令塔は置いておきます、3だからまあこんなもんか。バズか88か、きついな、きついけどしょうがない。打球伸びは120くらい使うのか、技術を。窮地も取るでしょ。上り調子は置いておくか、一旦。あて、弾道は3にしておこう。ちょっと余ってるね。全部 C にしようか、一回。よし、これでまた経験点をちょいちょい貯めていきながら、行きながらなんだけど、回復しよう。サイリさん。また7上がるか。追加。ラブパワー1、OK、またまたこれか、
それが起きるとでもあれだよね、サッカー練習的なの発動しないよね。あ、ここ結構いいかもしれない。あ、これもすごいね、小高ちゃんのあれが乗ってるんだな。やっぱり守備も悪くないね。ここにしよう。掘りすぎの精神ボーナスか、意味ないけど、いぶし銀。で、コツ星空星光くんはもらっておこう。もう練習しかないからね。いや、いいな、ここに来て結構サッカー練習が発動する。カッツスカウトさん、これもたまにえみたいなこと言ってくるかな。うん、何にもないね。何にもないけど、ラブパワー中だから何か何か。監督評価はもう上げたってしょうがないからな。うどにかけよっか。あ、でもラブパワー中だから全然体力減ないんだよね。よし、交渉スピード結構敏捷ポイントくれるね。で、筋力、星空星光くんか、まあ、こっちだな。筋力と精神を稼いで、さらに敏捷と技術も稼げる。よーし、練習、さらにコツ、走塁。今回結構良くない？経験点的に悪くないよね。さらに、サイリさんがいるけど、あ、こっちちょっと見てみようか。あ、小高ちゃんか。敏捷はまああるっちゃあるからな。筋力でも、筋力ももう降格法が重いのか。サイリさん、よし、ちょっとこっちする。あ、能力上げてねえや。もうちょっと能力上げといた方が良かったかもしれないけど、試合がね、始まるからね。で、7月中は確実にデートしておかないといけないんで、もう次はデートだな。で、空デートの可能性もあるからね、ちょっとそれを踏まえて早めにデートしておきましょう。何番だった？よくわかんないけど、まあ、BB まで持ってって、一旦全部 B にする。やっぱり精神だな。独身術がないからね。あ、ここら辺はなくてもいいんだけどさ。まあ、痛ー、痛っ、痛ーっていうか普通に超打ち損じたんだけど、ちょっと落ち着こう。よし、とりあえず1本でしょ。2本目でしょ。さっきゲッツー食らってるからね、ちょ、もう1本打っときたいんだよね。うん、まあ普通の人か、しょうがない。で、堀杉くんは試合経験点ボーナスを持ってますと。さて、ここは、おお、ここでマイナスイベントが来たか。やる気は下がるんだっけ。まあ、やる気だけだからね。一応見てみよう。うん、デートだな。無難にデートしよう。OK。独身術も重いからね。3で欲しい。3で欲しい。司令塔はもう結局取れなかったね。まあ、まだ可能性はあるけど、まあ、ほぼもう無理なんで。結構手に入らないよね、司令塔。独身術1か。ここはね、追って帰ろう。精神ポイントが欲しい。で、ちょっと重めなんで、先に独身術を取っちゃいます。77321の350か。いや、きついわ、マジきついわ。19。あー、これこっちだな。
まあ別に下がってもどっちだっていいけどね、経験点もらえるわけじゃないからね、これ。騎馬とか負けたからな。しかしここの試合は負けるわけにはいかないからね。独身術があればこう来た、フォークか。ここら辺いいね、さすがよ独身術。まあ俺も9回の頭脳を持ってるからね、うまくスバルをリードできれば。ほい、司令塔もあるからね。あ、司令塔はねえんだ、またここら辺 OK。 もう一回回ってきたな。よしよしよし、一般人。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、セガはシュートか。今日はソロホームラン三本も打っています。あ、普通にここら辺。ああ、ちょっとずれた。これは平凡なレフト、掴みました。怖い。とはいえスバルはマジで怖い。いつ炎上するかわかんねえかんな、こいつ。タッタタッと、ここは。うおー、7パー通す。よし、さすがに甲子園は寝ないと無理だ。ディフェンス、司令塔、司令塔、フリーキック、初球、あ、まあ悪くない。初球は初球でありがたいね。で、メンタルにはいなかったか。もう一回寝よう。チュン、おい、こいつは寸前罰だな。ではではでは、ちょっと取らないといけないのがあるんで、片目まず取ってなかったっけ。一球入魂も80使うんだよね。これでも80使うからな。まあでもだいぶ軽くはなった。いぶし銀とかも取ってる暇がないね、まあ、バズーカーがあるからとりあえず肩を上げておきますか。ちょっとミートとかは絵にできないかな。広角打法はね、最後サイリさんがくれるんで、1でとりあえず置いときましょう。お待たせ、2回の裏パープル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは、おー、際どい。まあ打てるやつを確実に打っていきましょう。これとか、きたー、いったー、一直線入った。5番パープルリードで迎える、特に何にもない。ワンアウトランナーなしという場面で、セガはスライダーボール、まずはアウトロー。いやー、アーチスト欲しかったね。2球目ストライク、まあ、そこは完全に俺の最後の腕だったんだけど、最後バントだとか言いながら失敗したからね。パーフルリードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で、セガ打った、これは強烈、いった、入った、いいね、いいね、抑えてるね、スバル君も。ツーアウトランナー1塁、打った、これは強烈。絶対さ、スバル最後点取られるよね。なんなのこいつ。筋力はいいかな。やっぱり星空星見つくんだね。てか星空星見つくめっちゃ出てくんな。得意練習率アップとか持ってたっけ。いっちゃった。あ、小筆ちゃんか。これ疲れんの。疲れた、敏捷が上がったね。まあもうもともとね、次練習できないから、まあいっちゃいいんだけど、ちょっと星空星光くん、もう一回確認しよう。技術ボーナスがついてるね。特練習率アップ15ついてるか。あ、練習効果アップも15あるんだ。でタックボーナスがだから、タック92、技術ボーナス4足す6で10で、練習効果アップ15で、さらに特練習率アップついて、マジか、こりゃ強えわ。今さらだけど星空星光くん強いな。45になるとね、4が6になるだけだから、そこまで上がるわけじゃないんだけども、35で完成されてますね、星空星光くんは。PSR とかだと何がつくんだろう。いや強い、本当に。何を今更っていう。キャッチャーでももちろん使えるし、普通の野手でもね、大番狂わせとか、あと1個なんだか忘れちゃったけど、全然軽い金徳なんで。パープル先制のチャンスを迎えました。
ツーアウトランナー一塁二塁という場面だ。初球スライダーとちょっと合わなかったな。セカンドランナーちらっと見た。打ちました、痛烈、いった、入った。そういえば2周年記念の直前でなんかいっぱい強化が来てるよね。タイテイラとかがさ、どういう強化なのかっていうのが気になるんだよね。あそこって強化に強化を重ねてるじゃないですか。強化強化とかだったらタイテイラク、まだね、確かタイテイラク9戦やってないんだよね。まあ、強化が来た時やろうと思ってるんで、まあ、やってないところが残ってるってことはまだ SR チケットをもらえるっていうね、楽しみもあるんだけど。お、最後、ここはもう無理だな。おとなしくメンタルしよう。やっぱりちょっと接種ポイントが少ない。どうする、何使う、チャンスは無理だな。広角砲ね、ちょっとでもやっぱり軽くしておきたい。広角砲はただ全然精神を使うものじゃないんで、ささやき破りは無理だな。司令塔か、そうか、これ取んないといけないんだ。これ絶対取っとこう、もう忘れないうちに。打球の1個取っとこう。いや、もう2個掴んじゃおう。どうする、パワー上げちゃおう。パワーと走力上げちゃおう。ちょっと打撃もこなせるキャッチャーということで、意外にピンショーポイントなんとかなったね。でその代わりもう筋力は広角砲に持ってかれるんで、肩はもう A になってるでしょ。4回の裏カーブか、これは見送ろう。この回のトップバッターは千賀、見送ってストライク。まあ、いい位置には来たけど早かった。スタンドに入りました。スライダー第3球を、これ出るね。もうカウントワンボール、ツースライダー、次は4球目、これも出るね。ボールカウント、ツーボール、全力ストレートです。これはボール、いい、ハイエー、フォークかよ。最後ボールカウント、スリーボール、ツーストライク。これはもうでもフォアボールだね。ファーボール、もうすぐ待ってきたな、変わってるし。リードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面、打ちました、痛烈、ピッチャー、パープル、リードで迎える7回です。いや独身術マジいわ。おー、結構曲がる。初球打った、ヒット。俺ちなみにね、パワチャでね、まあ、スタメンのキャラは、スタメンっていうかその一番強いキャラクターは普通になんていうの、一番強いキャラクターを置いてるんですけど、2番目以降のキャラクターね、もうみんな独身術持ちですね。もう超役立つ独身術とか。あんまり独身術にね頼りすぎてもね、独身術がないと打てないっていうことにもなりかねないけど、よし、ここでサイリさんが広角打法をくれると。で経験点的にはどう、まあ、9200か、9000は割と安定して超えてくるけど、精神何気に持ち直してきたな。じゃあじゃあじゃあよ、まず絶対広角砲は欲しい。159、まあ、20くらいかでも減ったの。これで一気に筋力持ってかれたからね。で便所余ってるからちょっと走塁取っとこう。でチャンス丸にはしておくか。さらに上り調子も取っておきたいもんね。ささやきアップとかどうする、基礎能力上げていこう。オール A とかできんのかな、せっかく守備があるからね。全然みたい、技術が足んねえわ。ちょっと待って、だったらミートは別に B でいい今回。え、B 賞まだ余ってんの、盗塁だったらさ、バテ小高ちゃんからさ、ささやきじゃなくてさ、あっちもらった方が良かったかもね。本来生還くれるんだよね確か。打開とか、かく乱か、かく乱にしておく、まだ余ってるよね。どうせだから、まあ
これを A にしておこう。で、でそっからよ、盗塁使うか、チャンスも掴んでおくか。でなんだかんだで筋力余っちゃったから一発逆転。よし、これであとはなんかっぽいやつある、っぽいやつムードとか、ムードとかね、取ってもね絶対誰かムード持ってるからね。いいか、まあ、掴めるものは掴んでおきましょう。ムード上がんの、ちなみにムード158からさ、158変わんねえやで、余ってるやつをちょい、ちょいちょいと、おお、いいね、うまくさばいたね。はい、というところで、ここにね、本当はね、アーチストをね、つけたかったんですけれども、まあ、自分のね、腕のなさが露呈してしまったんで、アーチストはつくことが、なかったですけれども、まあ、S6 のね、球界の頭脳と、バズーカーと、まあ、司令塔を持ってれば、まあ、独身術持ちの、キャッチャーとしては、使える方だとは思いますので、こいつは早速入れていきましょう。で、時間的にね、もうこれで多分強化パワコンは終わりだと思いますので、まあ、もうちょっとね作りたかった気もしますけれども、まあなかなか、楽しいひとときを過ごさせていただきましたということで、あとはまた、2周年記念前の各、高校の強化期間が、次から来週、もう今15日の日曜なんですけど、もう夜、10時くらいなんですけど、もうまた明日から始まると思いますので、また別高校で、サクセスの方をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。